ジョングク、タトゥーが増えていると話題に。19日放送走れ万端にて。撮影中に雪だるまを発見し、それを破壊した美女 YouTuber が謝罪。作った人への配慮が欠けていたとして該当映像を削除。飲酒運転で事故女優パク・シヨン、SNS に謝罪文を掲載。私が自ら謝罪するべきであり、私の個人の空間に慎重に文章を掲載します。まず物議を醸してしまい、心よりお詫びいたします。理由を問わず、してはならないことでした。安易に考えた私自身に対して後悔し、深く反省しています。私を応援してくださり、大ごとにしてくださった方々にも非常に申し訳なく思います。改めて、心より反省していきます。ユンホ、今日オンタクトショーケース有能賞で新曲ステージ初披露へ。ゆるひ、SNS でファンからの恋愛相談に答えて話題に。彼氏と喧嘩するのが大変で、ずっと別れようと言ってくるのですがとても悔しいですというファンには結婚すると喧嘩する回数も増え、恋愛の時とはレベルが違うんですよ。交換から友達以上恋人未満な関係まではどのように進むんですかという質問に私が新しい出会いとかを経験したのが4年前かな。恋愛をしなくなって随分経ったので難しいですね。ラップモンスターは、作家受けたトイックの結果が915点だったことを明かす。19日の V ライブで報告。990点が満点だがリーディングで惨敗と謙遜。ファンらからは尊敬との声。テヨン、昨日公開したののかちゃんの同様犬のおまわりさんモノマネに一部から批判の声。日本の蛮行を広める乳児対抗的年相応の振る舞いではない子供を戯画化。